イオン琉球はグループ会社の協力を得て食料品を調達し、昨日パンやレトルト食品などコンテナ20個分の食料品を羽田空港から空路で宮古島市に輸送しました。このうちマックスバリュー宮古西里店では午後4時ごろ商品を乗せた車両が到着し、入り口近くに設けられた特設コーナーではスタッフ総出で品出しに追われていました。いつ入荷するんだと言ったところの不安の声が一番多かったかなというところで、我々としてはいち早くお客様の方に商品を提供したいと。宮古島では今週中にも船便が再開する見通しで、食料品の品薄状態は少しずつ改善していきそうです。